レキュースピリッツですバース様を狙って OB 再入客円ガチャー。はい、ということでおはようございます。チームテマキ TV です。ついに最強バッターバース様を狙う時が来ました。お金使う不安よりもバース様が我がチームに加入する期待感の方がでかすぎるから困る。ちなみに今回引く OB 再臨第1弾の私の中での当たりはバース様、あとはギャレット選手ですかね。まあ、ギャレット選手は別に引かなくてもいい、こいちゃなんだけど、とにかくバース様 S をねどれだけ早く確保できるかの戦いになります。ちなみに確率はこんな感じ。今回 SAB 問わず自チームの確率 20% になっていますので、10連ガチャをした時狙いの S、 つまり自チームの S、 つまりバース様の S が出る確率が 5% です。だから10連を20回、200連引いたら期待値的にはバース様1枚取れるって感じ。ただ今日は100連ガチャですので、この100連ガチャでバース様 S が取れる確率に直すと 40%、 はい、40% をどこかで引かなきゃいけないんですよ。100連が一区切りだとするとね、この3万円で 40% でバース様が当たるガチャ、激アツっすね。はい、そしてですね、まあ、バース様の S がいたものとして、バース様を極みにするための凸素材、つまり S のバース様と A のバース様、まとめて凸素材と考えたとき、10連で凸素材が引ける確率は 40% です。これ見ると高く感じますよね。まあ、なので期待値ベースでは200連引いたら S が1枚引けて、凸素材が8枚引けて、極みが無事誕生するというね、確率通りだとこうなんですけど、確率通りにならないのは皆さんも、そしてね私も痛い目にあってね、もうわかりますから。とにかくバース様の S、 100連で 40%、 これが引けるかどうかです。では行ってみましょう。まあ、ほんとね、 OB 再臨ガチャということでレジェンド選手、まあ、長嶋茂雄さんとかね出まくると思うんですけど、性能的な意味で私の中ではちょっと外れ扱いさせてもらいますんでね、そこについてはちょっと気分を害さないようにお願いいたします。じゃあいきますか。今エナジーが3600からなんで1100残るところまでですね。200分の1のバース様、早めにご降臨お願いします。さあ行きましょう。10連目、さあまずは調子くんは普通の調子だ、調子上げろ。さあそしてステップアップも1段階で終了、長押しチャンスも1段階だ弱い弱い、うん、まあね、ただ S が出ずとも、バース選手のね A は早めに集めておきたいところもありますんで、そこら辺に期待しながら、おっとおっと、ただの選手外れ枠、私の中ではね。はい、さらに A はもう1枚はない。さあラストの A 確定は村田兆治選手、こちらも申し訳ない外れ枠です。はい、まあ、言わせてもらう、これはしょうがないからね、性能的なね面で。コナミさんが悪いね、うん、俺が悪いんじゃない、コナミさんがそういう性能にして、その性能が俺に刺さらなかったわけだからね。村田兆治選手外れね、外れです、しょうがないですこれは。まあいいや、そんなところに気使ってる場合じゃねえよ、今生きるか死ぬかの戦いの場だから。20連目、まず赤ないか、やっぱねこの最初の赤がね大事だと思うんですよね。よし、これね赤がやっぱ増えると S 確率もガンガン上がってきますからね。いけ、演出のバランスはめちゃめちゃ気に入ってます。いい感じ、さあ行くか、なかなかいかないんですよねここも。ただこの後のチアリーダーは案外ある、どうだ、ない。まあただ A2 枚とか期待しちゃっていいかな。バース選手相変わらず D ではいっぱい落ちるやつ、バース選手次、まあここでね気持ちを揺らしちゃいけない、うん、A で出ろ、ギャレット、まあ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 純当たり枠悪くはないです。そろそろバース様 A もお願いします、ギャレット、なんでやねん、なんでやねん、いやありがたい、ありがたいですね。はい、 A の中の 20% はバース様ですけど、ギャレットは言うて A の中の 20% 外した 80% の中を11分割している 7% ぐらいですから、うん、これギャレット選手の S もどっかで引けたりしたら副産物としてマジで神レベルになりますね。悪くない、悪くないとしておきましょう。さあ初 S はいつ来るんだ、30連目、まだ焦る時間じゃない、まだ焦る時間じゃないよ、赤来い、赤赤来い、ない、大丈夫大丈夫大丈夫、ステップアップあんま期待できないんだよな。ただこの長押しからのこの離した時のこの目、ここ結構期待感あるよね。さあ今回は全体的に寒い、バース様の A 狙いになりますかね、ここまで演出が寒いと。どうだ、宇野選手大丈夫か、おっとバース
A3 枚ゲット、うち1枚バース様、さらに10枚目連続ゾーン、よーし。あーでもね、ここで喜んじゃいけないんだよね。結局 S のバース様ね、もしくは S のギャレット選手引けるかどうかですからね。喜んじゃいけないよ。30連で S が出てないこと喜んじゃいけないけど、ギャレット2枚引いてんのはマジありがてえ。40連目、確率通りなら40連で1枚引けますが、そんな甘くないんすよね。知ってた。40分の1ってめちゃめちゃ上振れ下振れするよね。きっちり40分の1で引けたことあんまないもん。20連でバカスカ出たりさ、80連で全く出なかったりね。演出は寒い。さあ裏演出もなしからのですね、まあここもバース様ギャレット A 狙い。どうだリック。うわちょっと S が全く見えたから、バース様3連続だって。4連続いけ、せめてだったらまあいいけど、ちょっと待って、これでもう40連終了でしょ。4割、100連でバース様の S を取れる確率は4割です。4割バッターといえばバース様、まあ4割ないけど、ほぼ4割バッターのバース様ね。4割でヒットが打てるバース様を狙ってるんや。100連で 40% のバース様引けるやろ。しいけたれ、ゴッシュ。ここマジチャンス、もうほんとこういうチャンスを逃してっちゃダメ。名前も来るよな。オッケー、最初赤ライトだったらこの調子くんの文字までは赤確定だよね多分。さあ行っちゃうか。まだいける、頼む、チャンス、ここ前半の山場行っちゃえ、頼む、行け、来い、来ないかー。いやある、行ってくれよ。よーし、カメラでバース様だー。カメラまでは期待できないが、よしごめん、ちょっと待ったよっしゃー、行くぞー。バース様、ギャレットでも許す、他は許さん、バース様、エース来い、外れじゃー。失礼承知で言おう、外れであると。あ、タンバスタン、よし、二枚抜きでバースを引いたー。勝った、俺が4割バッターの手巻きや。4割打つ、3枚目、なんかいけ、 S3 枚、S、 そんな奇跡ある、 S3 枚、いや S3 枚抜きでバース様なかったらうわーって感じだけど、バース様あるから、ただただこの奇跡を喜びたい。さあラストは村田兆治選手、いやーほっとした、最高。 40% って引けそうでやっぱ引けないからね。 60% 引き続ける限り何回でも100連が回っちゃう。3万円がジャブジャブ捨てられていくガチャですからね、嬉しすぎる。さあ半分の50連が終わった時点でギャレット選手 A2 枚、バース選手 A2 枚、 S1 枚、最高です。もうギャレット選手は忘れよ、うん、バース選手これ100連で極みありえるぞ、100連で極みあるぞ。この10連でね、バース様の凸素材取れる確率 40% あるからね、さっきも言ったけど、あと50連で 40% を3回取れば100連極み伝説、すっごい幸せです。いやもう S が来ない演出に戸惑うこともないんですよ。こうなってしまったらもう S が欲しいんじゃなくて A が欲しい。ああ村田選手いっぱい引いとるな、もう S にこだわりはない。来いよ、いっぱい引いとる、 20% 来い3つ、なんでだよ、連続でやめろよ、連続で。いやここに来てオンドルセク選手とか、なし、4枚引きも神引きだよ、だったら1枚、4枚中1枚バスリック、バスじゃなくてリック。嫌な予感がしてまいりました。大丈夫、まあなんだろう、
ここは別に焦るとこじゃないよ。なんなら楽しむフェーズ。4割で当たるバース様の突素材を眺めつつ、50連でバース様の S を引けたこの喜びを噛み締めるターン。いやー、バース様の S あるなしでマジで気持ちが違うね。引けてなかったらとことん追い詰められるからね。ガチャの怖いのがさ、200分の1だけど200連で引けなかったらその後すぐ当たるわけじゃないからね。200連で引けなかったら期待値はその時点で400連になるわけよ、バース様の。幸せ。いろいろ考えると今私は幸せです。ギャレットはもういらんぞ、バース様極みお願いします。さあ、来い、あっせ、来い来い、よしよっしゃー、4割だからそれ引けるよね。快感、快感です。 A3 枚目、もう、おい、よし、やあ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 、リーチ、リーチ、リーチです。リーチ、やばない？マジやばい。70連終わった時点でリーチ。もう今の時点で100連で極み作れる可能性の方が高くなった。緩めるな、緩めるな、ここで緩めたらコナミはその心の隙間ついてくるぞ。中途半端にギャレット選手の A も引かされて、こうなったらギャレット選手も引きたいとか、いろんな選択肢与えてくるぞ。今ならバース様だけ取って OB サイリン第1弾逃げ切れるから、ここ、蹴れろ蹴れろ、一発で決めろ、いけいけ、もう決めちまえ。し、最高だボン、最高だボン、最高だべやー。いっちゃえ、いっちゃえ、くわー、ここに来てバース2枚抜き、あっちー。いやー、 S が出なくてもこんなに熱いガチャなかなかないからね。もうすでに母体確保できてる時に訪れるんだよこのガチャは。ドゥドゥ、やっ、来い来い、ギャレット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 増えてきた、ギャレット増えてきた、ギャレット、ギャレットじゃん、ギャレットじゃん、シゲオじゃない、シゲオじゃない、シゲオ選手も優秀ですけどね、もうサードはね落合選手とかいますから、シゲオ、シゲオからのドン、長治、長治選手ももうこれだいぶ A 引いたな。 S で引いたらもう極みレベルか。まあでも使わんかな。あーでもリアタイでは変化球的に使わなそうだけど、ワンチャンリーグはあるね。リーグならそうか。じゃあちょっと長治選手も S 欲しいっすね。ここに来てちょっと贅沢度合いが増えてきた。まあ副産物が増えることはいいことですからね。1点狙いはマジ闇しかないから。ということで90連目いきましょう。 Yes I do、 Yes I canYes, we can. 調子くん、お願いします。いや、この最後の一押し、最後の一押し、しっかり決めよう。2割なんてもういくらでも引けるから、来い来い、決めよう決めよう、次の A で決めよう。どこだ、どこで来る、どこで来る、来ないか、くー、10枚目の確定枠、来い。リーチかかってからなかなか粘りますね、バース選手。これが100連目になります。いっちゃいましょう、いける、いけるって、いける。逆にこうなってくると4割なんてそう何回も連続で外さないから、普通に気軽にいける、気軽に、気軽にな、あるだろう。100連で極みができたらバース選手使うたんびに思うだろうな、このバース選手100連で極み作ったんだぜって。最高に楽しいだろうな、そうしたらリアタイが。演出は相変わらず寒いです。まあいい、一回 S3 枚抜きしたからね。最後決める、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 はい、こいこい。さあここに来て S 比べ、どうだ、ラスト100連いきましょう、来い来い、延長だー、まだまだー。ということでサラリーマン金太郎よろしく、まだまだ演出入りましたんで、100連と言わず110連目いきましょう。4割で引けるか、4割で、もう他いらないから、4割、もうね忘れようね、村田長治選手のことが一旦忘れて、とにかくバス様、とにかくとにかく早く110連目。
早く早くリーチかけてから粘るのずるいぞ。はよ出せ。いやー、100連行く前に極み行ったらさ、なんなら100連目まで引いてさ、ねえ、そしたらなんだっけ、称号、あ、これ激アツじゃない？ S 角演出じゃない？やば、裏演出来たよね。あの A 確定なのに演出がなさすぎる方のやつ。超人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 バース、よーし、バース様極み110連で達成アンド S チャンス、いくぞ、たれたれ超人、ギャレットでもいいぞ、ギャレット超人、ギャレット超人、ギャレット超人、来い長生き2枚目、なんでやねん。肩の上に顎を乗せる独特なスタイル、やめろ。まあ、しょうがない。まあこれでね、長寿とか弾けたらそれはできすぎたもんだから、はい。ということで、めちゃくちゃ嬉しい、バース様110連で極み完成でしたー。